ドン・マクニールは、アメリカ・オクラホマ州、地下支援出身の男子テニス選手。フルネームは、ウィリアム・ドナルド・マクニールという。1939年の全仏選手権で、男子シングルス、男子ダブルスの単覆2冠を獲得した選手で、全米選手権でも1940年の男子シングルスと1944年の男子ダブルスで優勝した。年代的には、 1938年にテニス史上初の年間グランドスラムを達成したドンバッジのすぐ後に位置している。マクニールの前世紀はちょうど第二次世界大戦の竹縄と重なっていたため活動の舞台が大幅に限られていた。マクニールは20歳の時1938年の全米選手権でテニス界にデビューした。当時オハイオ州にある ケニオン大学に通う学生だった。彼は、1939年に21歳で、パリに発遠征し、全仏選手権で、男子シングルス、男子ダブルスの単覆優勝を成し遂げた。ノーシード選手だったマクニールは、準々決勝で、第2シードのフラニオ・プンチェツを破って、波に乗り、準決勝で、同じアメリカのエル・ウッド・クックを破った後、決勝で、 1> 第1シードのボビー・リッグスに7から5、6から0、6から3のストレート勝ちを収めた。同大会の男子ダブルスでは、マクニールは同じアメリカのチャールズ・ハリスとペアを組み、決勝で地元フランスのベテランペアであるジャン・ボロトラジャック・ブルニョン組を4から6、6から4、6から0、2から6、10から8のフルセットで倒した。 第2次世界大戦の戦果が迫ってきたため、この全仏選手権は男女とも出場選手が非常に少なく、男子シングルスは55名の選手による6回戦制で実施された。9月1日に世界大戦が勃発し、全仏選手権やウィンブルドン選手権は戦争のため開催中止となる。マクニールの海外遠征は、 1939年夏の一度だけで終わった。アメリカジム選手が全仏選手権の男子シングルスで優勝したのは前年の1938年大会を制したドンバッジ以来2年連続2人目の快挙になった。第二次世界大戦の間他のテニス競技大会は開催中止となったが全米選手権だけは途切れることなく実施された。マクニールは アメリカ海軍で情報商工の仕事をしながら戦時中の全米選手権に出場した。全仏優勝の翌年、1940年の全米選手権男子シングルスで、マクニールは2つ目の4大大会タイトルを獲得した。この大会でも彼はノーシードから勝ち上がり、準決勝で当時19歳のジャック・クレーマーに勝った後、決勝でリッグスを4から6。 6から8、6から3、6から3、7から5の逆転で破った。マクニールは、リッグスに対し、2セットダウンから逆転し、第3、第5セットを練習したのである。戦時中のアメリカ男子テニス界では、どの選手も軍務に着きながら全米選手権に出場しており、マクニールも、断続的に出場するのが、やっとの状態だった。 1944年に3年ぶりの出場をしたとき、マクニールはシングルス準決勝でフランク・パーカーに敗れたが、男子ダブルス、混合ダブルスの2部門で初の決勝に進出した。ボブ・ファルケンバーグと組んだ男子ダブルスでは、決勝でビルタルバートパンチョ・セグラ組を7から5、6から4、3から6、6から1で破って優勝したが、 ドロシー・バンディと組んだ混合ダブルスでは、準優勝に終わった。マクニールは1939年、前仏選手権以来の4大大会ダブルス優勝を、果たし、彼の4大大会優勝は、シングルス2勝、男子ダブルス2勝となった。長きに及んだ、第二次世界大戦は、1945年に、ようやく集結した。 世界対戦集結後、マクニールは再び1946年、全米選手権男子ダブルス決勝に進み、フランク・ガーンジーとペアを組んだ。しかし、今度は、タルバートとガードナー・ムロイの組に6から3、4から6、6から2、3から6、18から20で競り負けた。第5セットの途中、マクニールとガーンジーは7本のマッチポイントを落としている。 終戦後のマクニールはニューヨーク市の広告会社に勤務した。1965年に国際テニス殿堂入り。戦時中のテニス界を生きたウィリアム・ドナルド・マクニールは1996年11月28日にフロリダ州ベロビーチで78年の生涯を終えた。ありがとうございます。